はい、どうもこんにちは、NOA です。今回はね、こちら地獄からよみがえる強敵たちミッションモードということでね、ドラゴンボール GT の、地獄編スーパー17号が出てくる話の、ミッションモード行ってみたいと思います。これね、今回のね段から実装されたステージなんですけど、結構ね面白そうな感じで、全然読んでなかったツルジンの科学力が欲しいのだ。なんかやってたねこれ昔。いやー、今のね小学生とか中学生はこの「ドラゴンボール GT」をねちょっとどれぐらい見てるかわかんないんだけど、ぜひねドラゴンボール GT 好きだよっていう方はねコメントお願いします。ちなみに自分ね結構好き、特にね「ドラゴンボール GT」はね最後がね、ドラゴンボールシリーズの中で一番、いい終わり方だなって思ってるから。そう、ストーリー自体はねZ が自分一番好きなんだけど、終わり方に関しては、一番ドラゴンボール GT の最後がねドラゴンボールらしいというか、あれ以上ない終わり方だと自分は、思ってます。ちょっと後でねまた語りたいと思うんですけど、はい、こんな感じで。あ、いいね、なんか昔みたいじゃん。この GT のさ現世にこう蘇った強敵たちと戦えたね。じゃあとりあえず超ボスからいこっか。もう明らかなスーパー17号がねここに見えている。うわー、出た。一つになるのか。えおお、それだけがいい。はい、ということで、ヘルファイター17号と人造人間17号です。どちらもリッチモデル化したんだね今回は。17号が結構前にリッチ化して、でヘルファイター17号が、今回新しくなったっていうことなんで、そのうち多分ね義乳特戦隊とか、あとキウイとか、フリーザ編が熱くなった時になんか全員に近しそう。さあ行ってみようか。なんかいいね、どんどんかっこよくなってね、みんな通常ベジットになったもんね。はい、でこれはそんなに強くなさそう。とりあえず最初遊ぼう遊ぼう、結構簡単そうなんで。はい、でね GT なんですけど、最後がね、要はそのドラゴンボールが、ラスボスっていう感じじゃないですか。邪悪竜っていうねマイナスエネルギーの塊みたいなさ連中が出てきて、でドラゴンボール E 真鍮からG 真鍮までね竜として具現化して、それが敵になるっていう、なかなか熱い展開で、スーパーサイヤ人のもはやこうじゃないと立ち位置すらできないみたいな、強さの敵がねこう出てくるわけでさ、最後の E 信号のねその4ですら、全然歯が立たないみたいな。しかも1回やられるわけよ僕がね。でみんなのサイヤパワー凝縮させて、超フルパワーサイヤ人4になってね戦ったりとか、合体して、ベジータも4になってさ、ゴジータ4になってね合体したりして、E シーンを倒そうとするんだけど、結局ねそれでも勝てない、勝てないというか合体が解除されちゃったりで、倒せなかったわけじゃん。で最終的に悟空がねこう元気玉で倒すっていう、いつものね流れになるわけなんですけど、やっぱ「ドラゴンボール」のねラストといったらこう元気玉みたいなイメージがあって、そうあれもねすごく良かったと思います。で肝心のさ悟空が死んでいる説、悟空死亡説に関してなんだけど、あれねただ死んだわけじゃないと自分は思ってるんですよ。多分みんなね同じこと思ってると思うんだけど、悟空最後さシェンロンにね、生き返らせてもらったわけじゃん。要は E 神龍の攻撃でね死んじゃいました。でなぜかいきなり悟空が元気玉とともに現れてさ、 E 神龍も確かにお前は死んだはずって言うのよね。でみんなもそれは思ったわけ。あれで生きてるはずがない。でさマイナスエネルギーパワーボール食らったのに、生き返って、その後 E 神龍の攻撃を食らっても、無力っていうか無効化するわけよ攻撃をね。効いてるようで全然効いてないみたいな。で結局そのまま元気玉で倒すっていう。でその後にさ、悟空がシェンロンにさもう時間かって言って旅立つシーンがあると思うんだけど、あれは別にそのあの世に旅立ったわけではなくて、ああいややべやらかした、あの世に旅立ったわけではなくてね、もう現世でもあの世でもどこでもない世界、この世とあの世以外のなんか別の時空にこう旅立ったっていう、要は誰も会えない世界、まあ、例えばね、まあ、シェンロンたちの世界とかさ、ね、誰も知らないじゃん、そういえば。だからもう二度と会えない。でそのドラゴンボール GT のそのイーシンを倒してから100年後の世界に悟空がひょこっと現れるわけよ、大人の状態でね。だからまあ死んではない、でかといってこの世の人物でもない、要は神以上の存在になったみたいな、神聖なこうなんかさ存在になったみたいな、そんな感じだと思うんですけど、なんかあの終わり方も良かったよね。で勇気の証は通信中っていうさ、ね、OVA みたいなのでさ出てくるわけじゃん、僕がまたねジュニアの前に。でもあの時もやっぱね、なんていうんだろう、まあ、人というかなんか本当特別な存在みたいな形で出てきたと思うんですよ。だからねその辺りもすごい好きで、スーパーのね、まあ、終わり方的にはねこうみんながこうハッピーエンドでね、あれはあれで良かったと思うんだけど、やっぱ自分の中で最高の最後って言ったらね、まあ、GT かな。みんなはどのラストが好きかぜひコメントをお願いします。無印 Z、スーパー、GT どれが好きか、まあ別に劇場版でも全然いいんだけどさあ、はい、ということで、まあ、超ボスは余裕です。で問題はこの後、はい、超ボスがねここぐらいだとしたらゴッドボスはまあここぐらいのね強さに一気に跳ね上がるんで、ちょっとねまたデッキ改造してね、挑んでいきたいと思います。さあウルトラクリアの達成できてもうちょっとで極みスタイルなんで、レベル上げまで頑張っていきたいところ。それではストーリーモードご覧ください。おお来た、かっこいい、マジかっこいいわ。スーパー17号超大好き、俺ぞ究極の人造人間、スーパー17号の誕生じゃ。いやいやいや、人造人間じゃないんだよな、マシンミュータントなんだよな。はい、という感じでね、じじいどもがこう悟空をね倒すためにいろいろやってるわけなんですけども、さあ果たしてそう簡単に悟空がやられるのか否か、はい、見ていきましょう。おざけ、このスーパー17号が再び地獄に送ってやるわ。おお懐かしい、お前は18号だ。いや懐かしいな、まだ生きていたとはな、しぶといやつだぜ。あんたよくもくれよ。いやこれ倒せなかったんだよね、あえてね。あんただけは許さない。おお熱い。いや法悟空がちょっとなかったんで、木と木の融合でいきますちょっと全然状態違うんだけどさ、いやそう SS4 の悟空ちょっとねたまたま入ってなかったんで、本当は法悟空で倒したかったんだけど、あ待って、ここ6枚しか使えないんだ。嘘、6枚待って、これアバター外そうかなどうしよう、6枚か。いや6枚きついな。まあでも無尽蔵パワーと、いやこれは欲しいから、もうこうしかないですかね。あ記録回復が融合しかいない、まあいいや、なんとかなるでしょ。さあトリニティクラッシュ今度こそ発動させていきたい。でなんだこれ、あなんか声変わってるね。18号何持ってるか全然わかんない。いいや、とりあえずこいつ1枚出ししてみるか、1ラウンド目。いやでもそうすると今度は無尽蔵発動しないから嫌なんだよな。これ無尽蔵パワーもね強いんだけど、ちょっとね縛りが多すぎるんで、若干使いづらさを感じてます。これアタッカーにしないといけない上に、まあ、スーパーサイジンベジータがね本当にいいのいない、うん、マジでこれが多分一番ねいいベジータだと思うんだけど、ちょっとね本当にこれぐらいしかね現状良さげなベジータさんがいないという、のもあり、なかなか使いづらいカードですね。ただただ強いよ、使いづらいカード言って弱いわけじゃないからね。究極龍拳かダブル龍拳で KO だって。アビリティの固定ダメージを無効、超ユニット封じだけ。まあ今回固定ないんで、いいっすね。絶対に敵を打ってやる。なんだそれ。え、何それ、どういうこと。あ、かっけえ。何それ。ハッキング攻撃。は、何これ。は、やばい。いや、頭おかしい、頭おかしい。え、嘘。エナジーたまんなくなったんだけど。マジ待てよ。え、どっちだって今戦闘力かな。エナジープラス10。いや、これ絶対えぐいでしょ。倍増向こう。はい。あ、ダメだ、たまんない。エナジーたまんない。18号もたまんない。ちょっと待ってよ、永続で封印だよねこれ。アニメ通りだったらさ、ドクターミュウをこうなんか倒せばなんか起きそうだけどね。あいつを気絶させたいとかさ。ただあいつサポーターにいるんで何にもないかな。どうしよう。だってさ、そんなんされたらもうエナジーたまんないじゃん。何これ 90% 軽減とか意味わかんないんだけど。超防御指示。打撃タイプのアタッカーがいると2000以上のダメージを受けない。やばい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 。マジでやばい。なんかアビリティ発動したし。えぐいえぐいえぐい。いやー、えぐいね、言ってること。腎臓パワーがとにかく強いと。はい、これもいいね。海洋新アバターの後には発動感ね、3倍でミラクルパーフェクトが封印されると。なるほど。やばいよ、別次元領域持ってんの。鬼畜だなこいつ。いや、領域がないわ。やばいね、死んだかも。気絶したじゃん。2万円以上の時に当たるダメージプラス3000。必殺ダメージが5倍になる。頭おかしい。強すぎだろ。ワンパン。ああ、25000ダメージでそこに行くんじゃないの。あ、行かないか。なんだこれ。ああ、もうヘドチャージ終わった終わった。エナジーが10だとダメなんだ。でもどうせエナジー妨害してもなんかあるんじゃないの。はい、ということで、いや、ロケハン1回目は見事にね、ワンキルされてしまいました。25000で、復活するか。じゃあ一応こすろう。多分ね、あんま意味ないと思うけど、アビリティが見たい、もうちょっと。ちょっとさすがにワンキルされちゃうとね、アビが見れないんで、もうちょい頑張りましょうか。でもさ、別次元領域あんでしょ。あ、わかった、身代わりか。飴玉だ、飴玉ベジット。あれ使えばなんかなんとかなりそう。いやー、硬いね。まあでもどうせ今回 90% 減が突破できないんで、そうほぼ積んでるんだけど、せめてアビリティだけでもあんただけは許さない。なんだこれ。経験効果無効。ああ、なるほどなるほど。あ、分かった、そういうことか。なるほどね、18号か。分かったぞ。連携させればいいんじゃないのこれ。はい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 。やばい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 。ガードは無効化さないとやばいんで。あ、分かったぞ。ゴジータ UM じゃないこれ。これ使ってで、あと18号でエリート連携させればなんかいけそう。はい、OK です。いやー、でもこれはちょっともうきついな。7000制限1回かけてみるか。さあ、これで何かあるかちょっと見たい。でも戦闘力上げて無理だってね。それやばい。うぜえ、ドクターミュウ。うわー、ドクターミュウ上がってこないか。それやばすぎだろ。あー、でも18号がかなり強いね今回は。あー、それもあるんだ。技進化使えないね。なるほどなるほど。かなりエグいぞ。なるほどなるほど。どうしよう、全然減らせないんだけど。ダメージ軽減効果が無効って、これさ、この攻撃だけなのかな。いやー、それがちょっとわかんないですね。はい、なんかめっちゃミープル出てるし、どうなんだろう。わー、チャージ今280。あー、でも2万アップだから結局ガードも減らさないとダメなのか。じゃあダメだ、ガードがどうしようもないもん。死んだ。強っ。17号やばいマジで。でもここら辺いいかもしんないね、これ。あ、分かった、貫通のベジータゼノとかでいいんじゃないの。普通にちょっと貫通にしても大丈夫そうなんで。やばくない？待って、書いてあることやばい、普通に考えて。は、火力やばっ。いや3万。まあえぐっ。何これ、服が汚れてしまった。さあ2戦目なんですけど、ですね、6枚しか使えない縛りは最初ね、ちょっと嫌だなって思ったんですけど、18号がかなり強いんで、基盤攻撃がどうのこうのって書いてあったのでね、ちょっとあれが、気になるところですが、とりあえずベジータゼノで今回ご利用したいと思います。でエナジーがね、アビでしか上がらないんで、こんな感じかな。いやー、正直デッキはねパッとしないです。ただ別次元領域あるから、気絶無効の身代わりは絶対いるなと思って、でエクストラ式の悟空入ってるから、これのおかげでエナジーがいてたまらないのよ、1ラウンド目だけで。どうにかしたいみたいな感じです。これやばくない？普通に考えてやばいよね。いいんじゃね。ああ、いいね、エナジーたまらない。はい、いいんじゃない。次でどうやって先行取ろうかな。これ先行の取り方まで考えてなかった。いや、とりあえずエナジー増やしたい。18号はガンガンアタッカーに出し、これも記録発するっしょ。こんな感じじゃないかな。見切ったぞ。やばいよね。あ、そっか、エナ貯めてもダメか、それがあるもんね。どうしたらいいの、マジで全く分かんないんだけど。何なら効くんだこいつは。いや、それもやばい。何なら聞くのそれ。目玉はもう大活躍ですね今回で。次ジングル村使えばドクターミュウのエナジーアップ発動しないから、また防げるんだけど攻撃はね。ただこれがちょっときついな、3000ダメージ。フリーズで1回防いだとして、次も耐えられそうで、問題がその次、18号がどれぐらい戦闘力3ラウンド出してくれるかなんだよね。さあチャージめちゃめちゃうまいっす、17号。ゴッドボスの中でもこれ多分このアビリティがついてるから相当うまいっすねこいつ。なんかもうパフェしか出してこないじゃん。ああ、そういうわけでもないんだ。いや、ここ抑えたのでかいよマジで。でポットリモコンが9位やめて。うっそー、マジかよー。9位取られた、最悪なんだけど。うわー、マジ9位ここでか。もう先行取れないじゃん一生。どぎっついなー。いやー、どぎっついって。動揺している。いや、これは押さない方がいいね。むしろこれ18号じゃなくてさ、極限悟空と連携させればよかったんでエナジーもっと上がったじゃん。あーだよね。プラス33 あーそれやばい。でこれが強い、これマジ強い。さあベジータゼノが刺さるのであればかなり攻めは見えるが、果たして。さあこれで貫通になりました。え、何もない、あ、何もないんだ。あ、じゃあベジータゼノはめっちゃいいですね。で次で転送ぶっ破すれば、まあ、合体して軽減もね無効化できるんで、ベジータゼノはめちゃめちゃいいね。とりあえずこれ使ってまあドクターミューンのねこれでアビリティは阻止したんで、まあ、かなり状況が変わってくるはず。さあ18号はこれ永続なのかな。はいざまー、あ永続じゃないんだ18号永続でいいじゃんそこ。なるほど。あーどうしよう、あーどうしよう、上がらないもんね。で次先行取られるじゃんどうしよう。さあビースト出さないっていうのもちょっと薄いじゃね。ち待って、あ待って、そっか打撃タイプがアタッカーにいるためって。じゃあ何エリート連携で一致させればいいんかな。ちょっと今までその後無視してたけど、そうだよね、よく考えたら2ステージ受けないもんね。1すりゃいいこれで、マジンロベルも使えないじゃん。あー全部2000なんだ。じゃあもうダメじゃんこれ。あダメだ、死んだ、積んだ、終わった、全部2000だって。物理だけじゃないんか。何これ、なんだ今のなんだ。うわそういうのあんの。あじゃあいけるかも。あそういうことか。くそー気づくのが遅かった。あでもエナジーたまんないじゃんどういうことなの本当にねえ、エナジーたまんないんですけど。やだそれ、頭おかしいマジこれ。いやいや頭おかしすぎるそれ。身勝手は使えそうだね。でもいや2ラウンド目身勝手外せばいいんじゃないの普通に。でこれがどうしようもないんだよな。ご飯をサポーターに下げればいいのか。いや分かった、こうじゃない。あてかお前記録ダメージ引かないんだそういえば。18号も出して OK ね。これであいつの倍増と固定は止められるから。であとエナジーを貯めないといけないんだけどこれ出しちゃうとさ気絶すんねんな出せないじゃん出せないじゃん。ちょっとガチでむずいんだけど、3ラウンド決着にするか。じゃあいや気絶してもらったらアウトなんで、なんか違う気がするねデッキがまた。いや今回相当やばいっすこれ。いやこれめちゃめちゃ強い。これさ絶対いらないからこのゲームにおいて、そのアビリティ絶対いらないと断言できるけどさ、別次元の領域があるだけでこのゲームの気力とかそういったものがね全部なくなってんのよマジ。ほんといらないあのアビリティだって、全部からになっちゃうんだもんね。気力とはで身勝手がいればまあ全然食らわないんで、とりあえず分かった守り方は。だからまああと18号でへばりついて耐久するしかまあ道がないという感じで、 S1 のあれも効いてんね一応3エナマイナス。あー身勝手いいね。でこれあれでしょ、また次で経験上がるから。はいもう最高じゃん。起きて、身勝手は、だいぶいいことが分かったんで、ちょっとこれは毎回採用しようか。そっか、これミッションモードってめっちゃ強いじゃん。でさ、この軽減無効がね、よく分かんないのが、この18号の攻撃だけ無効なのか、この全部無効なのか、それを書いてくれと。どっちだろう。あ、なんだこれ。強いのあんの？強っ。あー、なるほどなるほど、分かった分かった分かった。これなんだっけ。あー、これ意味ないけどか。いや待った、とどめに取っとこう。いやー、だるい。何それ、だるマジで。でこのラウンドなんだけど、極限悟空で極限にするか、まあ、9割減するか、身勝手で固定無効にさせるか、まあ、どっちがいいかっていう話なんだけど、確かこいつエナジーが満タンの時に5倍ダメージか、持ってるじゃん。で固定が加わると多分極限でも結構食らうんで、だったらね、こうやって、まあ、身勝手で要は相手の固定と倍増消した方が止められるんじゃない、ダメージ的に。つまり今回極限悟空がマジでいらなかったです。一応パワー2倍にしてくれてるから、それはでかいかな。でフリーズアタックがあって、ああ、まあいいんじゃない。どうせ先行は一生取れないんで、まあ、記録はもう消費させて OK です。で幻の宝探し買ったから、この間の記録はもう守れるんで、結構これ正解に近い気がするね、今回のデッキ。ほらカチカチな、まあ、極限悟空だけ違かったみたいな感じで、ああいいっすね、エナジーで。これがめちゃめちゃ強いで、3ラウンドでドクターミュウが消えるってのが分かったから、そこまで耐久して身勝手で、あとはもう防げばなんかいけそうじゃない？いいっすね。で今回はガンガンやろっか、2ラウンドで、2発あるんで、まあ、どっちやろっかなーって感じなんだけど、意外とここ固定増やした方がいいかもね、ピッコロで。それかまあビーストのパワーかける3000アップなんだけど、どうしよう。あ、いいね、硬い硬い。こいつあれなんだ、とっておきの時期ないんだね。あ、そういうこととっておきないの、嘘でしょ。ガード上げてもじゃあ大丈夫ってこと？したらもう SH ご飯めちゃめちゃ強いじゃん。下手したら極限悟空もまあ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 決まりですね。50ダメージ弱すぎ。はい、オッケーです。いいんじゃない。お、勝てるかも今回。なんかもう完全に攻略を掴んでる感じがあるね。まあ、あと何持ってるか分かんないけど、あれでもさっきカンストしてきたこいつ。カンストは何でしたんだろうね、さっき。ちょっと分かんないけど、あれかな、必殺ダメージがなんかあれ倍増かかるんで永続なんかな、ちょっと分かんないです。永続かもしんない。でも今回身勝手いるからね、100倍だろうが1000倍だろうが身勝手で防げるっていうのは、いいね。これちょっと毎回採用しよっかな、ゴッドボスで。めちゃくちゃ強い。だって絶対相手やったるもん。めちゃくちゃ強いやん、僕身勝手。あ、なるほど。あ、分かった。これさ、これ多分これダメージ軽減無効って、これ17号がって意味じゃない？今の書き方なんかちょっと怪しかったね。17号の軽減が無効だとしたら、これ全部貫通で攻撃できるんで、あ、でもガードはどうしよう。あれ、待って、あ、待って、嘘。あ、ガードこれダメじゃん。あれガード、あれ、1いないの。あ、やばい、ガード1がいない。うーわー、マジここに来てガード1入れ寄せた。ちくしょう、極限悟空いらねえ。ガード1か、今度は。どんだけ必要なガードあんねん。あー、ガード2万個あるもんね、こいつ。軽減無効しかないの、18号。ちなみにエリートでガード1、誰だろう。アイオスじゃダメだよね。あ、アイオスいいかも、こいつパワーもあるし。そうだね、アイオスいいかも。ガード消せるキャラがエリートであんまいないっていう。アイオスにする？あーダメだ、全然減らんやん。うっそ、6000しか入んないの？本気で言ってんのか。うわそれやばいって。ガードがどうしようもないんだけど、一応固定増やしちゃう。うわやばいやばいやばい、頼むよマジで。3パ目は無理だって本当に。バカやろバカ。おいあな、お前頭おかしいよ多分。お前君、いや絶対おかしい今のは。なんで3パ目なの、意味わかんないんだけど。えミッションで3パ目とかありえないんだけど。勝たせる気ないだろマジで。キッズゲームどこ行ったの。とりあえず一発。さあこれでどんぐらい入る？なんかこう18号の技でさ、なんかないの？あー気持ちいい。いけ、倒せ倒せ。18号の必殺技でなんか弱体化したみたいなさ、ないかな。あーいいねー、奥義いいね。何か起きろ。あー硬い、マジで硬すぎだろ。てかなんかさ、これ今思ったのが、あ固定入ってないわ。あそうだごめん、固定入ってない。そうよ無効化されたね一覧の目で。ってことは多分これなんだ、このダメージなんだけど、あのねガード2万アップ3回ぐらい発動して、その上からこう単純に今パワーで殴ってるって感じだと思う。ああそういうことね。でも判定勝ちでいけんじゃないしたら。これやり続ければね。判定勝ち狙うかちょっと。だってこれ多分 KO 無理じゃない？あと3ラウンドないよ。これが3だとして、あと2ラウンド。あと2ラウンドで削れるかな。いやマジでさっきのさ決めさせてくれれば。さあなんか起きて、現山でー現山でもなんもないか。なんか起きろ。あーなんでもない。うっそでしょ、なんもないのマジでファイナルまでやるしかないじゃんこれ。こんなゴッドボスでいいのか。なんか火力あると思ったら身勝手で封殺できるしさ、とっておきに刺激ないし。ってことはガードをこうなんか転換とかね、何でもいいから使って上げまくって、で V ジャンプ悟空でこれ耐久勝ち狙い量数ね、2000以上受けないって言われても、ね、17号の火力さえ封じちゃえばさ、体力判定で勝てるよ、これ、マジ。あー、メテオもいいよね、完全に立場が逆転してね、さっきと。で、まあ、気絶してもピッコロがいるから、最悪、ピッコロサポーターにすれば全員起きるのよ。そう、ピッコロが気絶しても、ね、サポーターで回復できるとかいうね。で、気絶に入ってもさ、大して食らわないしえこれ勝ったもしかして。マジこんな勝ち方でいいの、こんな勝ち方でいいのか。1000しか入ってない。まあそれは貫通がなかったらそうだよね。ああチャージは強い、いやでもこれ自利品で負けるか。これ一発1000でしょ、3000のあえファイナル来ちゃったマジ。ああ、身勝手の軽減もこれ重なってってるから強いんか。やばい、ファイナル来ちゃった。どうしよう。9万8000。ご飯でガード下げてみる。1回もうエナジーも10だしさ、これちょっと効くんじゃねえよ。ほら、もうパワー上げる意味もガード上げる意味もね、ちょっとあんまりないんで、1回ガード6000でも下げてみて、ちょっとダメージ変わるかどうかっていう。あれなんだよね、ガードアップが永続なのかがちょっと分かってない。まあ、多分永続なんだろうけど。あ、お願い。おっしゃ、いったー。倒せ倒せ。いや、18号攻めてガード先持っててくれよ。いやー、どうだろうこれ。いやー、どうだろうね。あー、なんかもうパッと見でちょっと無理そうですけども、いや、これが分かんないよ。これはパワー2倍が毎回かかってたから、でも実際これぐらいだね、下げて出すの。いけ、9000ぐらいですね。あ、全然ダメじゃん。マジか。初のこれ判定勝ちいっちゃうで、メテオがあんだけど、メテオもガード依存だから、これ多分そんな入んないの。これはなんか強いし、なんでなんでちょっと待って、なんかダメージなんかおかしいですこれ。なんだろう。強い。ちょっと待った。1266。さっきよりダメージ上がってんね。ああ。ああ。お、これでおしめえだ。あ、いったんじゃない？なんかどっかの勝ち確エースみたいなやつ残る？そこ。おいおいおい、さっきピッコロ気絶してなければこれ勝ってたじゃんうわ、とどめさせんかった。いや、これもう勝ちなのよ、削れないもんこいつ。勝ちなんだけど、待って、ファイナルラウンドって言ったよねさっき。これもうさ、下手したらグランドフィナーレの方が良かったじゃん。うわー、やばいやばいやばい、3パフェとかしてくんだけどこれ普通に。しかも何気に3パフェ VS3 パフェでも、あー、いいね、パワー戻ってるから。あー、なるほど、チャージ練習にはめちゃめちゃいいかもここ。まあ、シェンロンメダルの覚悟なしにしてね、チャージ練習とかしたら面白そう。はい、ということで、はい、もうね、この子がもうね、あといくら頑張ってもこの1万7000という数字はね、減らせないんですよ。つまりゲームセットなんですよね。はい、終わり。あ、今さら今さら。はい、勝ちでしょ。勝ったはい、ということでね、動画史上初かもしれないです。ゴッドボス相手に判定で勝つっていうぶっちゃけね、いや、今まで13年間やってきたけど、判定でゴッドボスを倒したことはないっすよ、多分。ないよね、うん、動画でもないし、リアルでもだって大体1キルとかね、するから、そもそもさ、判定でね、勝つっていう発想にならないので、ね、まあ、初のゴッドボス、判定勝ち勝利。いやー、惜しかったですね。あと200、300で決めきれたんだけど、まあ、ちょっとね、最後の最後で、ピッコロがね、気絶しちゃったんで、あそこね、ピッコロが起きてて、ね、これ魔球砲弾かませてれば、まあ勝ってたんですけど、うん、まあ勝ちは勝ちでしょ。悪いやつに洗脳されて完全に操られちまってるようでも。飛ばしちゃった。蘇ったすべての悪党たちは悟空たちに倒され地獄に帰っていった。めちゃくちゃになった地球を戻すためドラゴンボールを探すために出るが、それはさらなる幕開けであったということでね。はい、じゃあ最後アプリ見ていきましょう。あー、なんだ、次またジャークリやんのかな。気絶している仲間全員の記録を全回復、パワーが5倍になる。ということで、まああれだね、アプリの名前にかけてこれにしたんだろうけど、ちょっと使えないかなこれは。まあ気絶前提っていうのが使いづらいね。はい、まあいいでしょう。はい、ということでですね、じゃあ今回は地獄から蘇る強敵編、まあ、スーパー17号のお話のね、ゴッドボス初見でやってみたんですけども、いやね、正直こんな勝ち方をするとは思わなかったです、まさかのね初じゃない。だってこれ YouTube 史上でもさ、ゴッドボスに判定で勝つなんて、まずファイナルまで耐久できないからね普通は。で今回はたまたまとっておきの刺激がなかったから、まあ、ガードでね、あと軽減で守れたんだけど、まあある意味落とし穴っていう感じかな17号の。だからこの理論でいくと、V ジャンプ悟空でもね全然守れるよねこれ。そう、これで6000ずつどん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 上げていけば、これでもね守って勝つことができそうなんで、まあ皆さん、まあぜひね、ちょっとアプリ使えるかわかんないですけど、あれ多分まあ使えないかな、まあ勝ちたい方はぜひねこの攻略を使ってみてください。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様です。今日のNOAチャンネルは終わり。また見てね。